つぶやくねジャンボさん昨日はバンザイさんの方にいったんですかねだいぶよしオッケー自己紹介しようじゃんアシゴルジャパンの松田美乃ですこれなんかシンプルかな結構シンプルかなと思ったんですけど もうちょっといろいろ書いたうがいいかなそうですね <laughs> そうなんですねいろいろなかったからなんか寝起きるよねめっちゃ顔が今日もハーフハーフエミノンです ちょっと12時からなので人が来るか分かんないですが配信してます。イイ昨日えっ、ー、と時間がずれてればねーって丸がぶりでしたよね昨日 <laughs> 昨日化粧品の福袋は開けましたすごい可愛いのたくさん入ってて。 でも、韓国語だから読めないんですよね。韓国語。わかんない。読めない。韓国語を喋れる方いるんですかね。こうやって塗るんだよ、確かに。そうなのよ。タイガー、ファイバー、じゃーじゃー、つって。どうだな。なんか、結構、 あのバンザイジャパンのファンの皆さんってそのセンス、まあでも上げてる人もいるけどツイッターにめっちゃ興味があってめっちゃエゴさせてたんですけど意外になんか推しからのセンスをあの載せてる人があんまりいなくて。 探すのが大変だったパンにハム挟むにだ。<laughs> ということ?「こんにちはきゅー」で「アニョアあにょはねよ」で「<laughs> アニョハは韓国」だね完全に。韓国コスメとかめっちゃ好きってか安いからすごい好きで福袋買っちゃったんですよ。 ヨシヒコさん優勝ヨシヒコありがとうヨシヒコだよって。<laughs> ありがとうえ、なんかめっちゃ久々な気がする。こないだぶりだね。全然撮れないでしょ。めっちゃ久々、めちゃ久々な気がする。<laughs> さっきまで夢見てたんだよね、なんか。忘れちゃったけど。落書きのけ経験してるからじゃないって。 ああ確かにバンジャパンは落書き停止してますね確かに忙しくて書けないっぺんですよね足軽は受け付けてるんで <laughs> そうなんですよ足軽は受け付けてるんですよ今からみんなに化粧の変化を見てみようか こここにこうやってシェーディング入れると顔が小さくなるみたいなこんな感じ韓国人の方って化粧の技術がすごいですはいちっちゃくなったからあんま変わりないかねえ まあもしなんかファンの方じゃないやあの推しの方のあのセンスをある方がいたらぜひ載せてくださいみたいですみんなどんなセンス書いてんだろうっていう忙しくて書けないというより返却遅れのメンバーがいるから」という噂がそうなの <laughs> そういうこと書け書け。かけ 書けるけど書けるけど返編返却できてないみたいなそうなんやでもあれ結構本当に書くのめちゃめちゃ時間かかりますよね一人に対しての所有時間がめっちゃかかるでもだからこそ嬉しいんですよねなんか自分のために時間を費やしてくれるみたいなもし私が反対の立場だったらもうやばいですもん なんか、推し、推し面とかに、まあ、T シャツとかもありますよね。T シャツとか、センスとかに落書きしてって自分のためだけに、その、何かを推し面がしてくれるっていうのは、やばいですよね。やばいと思う。<laughs> あ、ゆなさんだこぼれたのか。イエーイおはよう。 こんにちは、ハーブティー <laughs> ミルクティーハーブティーみたいなそれな確かにしい昼休憩 <laughs> みんな昼休憩なのかじゃあみんな見に来て昼休憩に見に来てくださってるのかな今日ちょっとねっごめんルイボスティーウェイ お肌にいいやつルイボスティお肌にいいやつちょっと今日はもし化粧するあれがあったらこれ使ってみる女子ってパレット好きですよねメイクアップやっぱ女子はね化粧品好きなんで推し推しにぜひプレゼントしてあげてください みんなのセンス見たいななんか「センスがない」っていう曲があるんですけどそれでたまに見るあ推し誰誰推しだみたいな <laughs> 見てますねパレットほう <laughs> パレット女子好きですよねなんか女子好きっていうか、うん、好きだと思う化粧品でもみんな好きだと思う女子は女子は なんか今日普通にちょっと肌寒かったタンクトップだって部屋着ちょっと変えようかなこれ寒い時はこいつと一緒にて <laughs> かなんか「ぽムぽムプリンの,あの公式アカウントを見つけてフォローしました <laughs> 可愛かったなんか「ゾンビになっちゃうよ」みたいななんかあってすごい可愛かったです 翔さん、エミノーありがとう。いてくれて。めっちゃ久々じゃない久しぶりな気がするんだ。外は暑いぜよ近いのやけもう。近いぜよ <laughs> ちょっと暑いあそうなんだ。私暑くない今、全然。暑くない。お腹すいた。自炊あんまりしないから。 好きだ <laughs> ありがとう。翔さんワンマンライブ来るのかなパンダージャパンのワンマンライブ。頭も汗かいてた。結構暑いじゃん、じゃう。熱っ。熱めだね。なんか、すごい寝起き感。私。<laughs> 眉毛変いたけど。外回りの休憩中、お疲れ様です。ワンマンは行くおじゃあもしかしてワンマンで初、対面するかもしれないってこと。だね初対面するかもってことだね <laughs> 勝手に <laughs>。この時間まで寝てるとは。なんか夜寝れなくて、最近。夜起きてて、 で朝6時ぐらいにパーってなってそっら寝た <laughs> 7 8 9 1 0 1 5時間ぐらい寝た6時6時7時今4時間ぐらい寝た夜よりなんか朝方の方が眠くなるというかうん私は言ってた撮影したい目しますかね <laughs> あれ、昨日のはゆうなさんじゃなかったのかな <laughs> あれは誰だったんだろう今日はおやすみです今日はおやすみうんそうおやすみなんですつかちゃんさんこんばんざーいつかちゃんメイ って書いてありますねつかちゃんさん来てくれてありがとうあれは他人の空にあれは知ってるご存じてる存じてる、えー、昨日私が誰かと会ってるのは存じてるんですね <laughs> ちょっとライブに来てくれたのに他人のふりをするゆうさん <laughs> これはゆなさんじゃなかったみたいですねライブに来てくださってでなんか毎回結構頻繁に来てる人はもう覚えてるんですけどあのチキ取ってくれた方は絶対覚えてるんで「韓国」でしおりちゃんがわかるようなツイートしてたけど「えっそうなんですか しおりさん、韓国語喋れるんですかすごいなんか化粧品に書いてある説明とかあるじゃないですかこういうなんか裏とかに書いてあるこういうの全部韓国語なんですよ、まあ、でも大体用途は分かるんですけどあこれ多分チークなんだろうなとか <laughs> 大体分かるんですけどなんか韓国語で何書いてあったらいいじゃんリップとかもこのリップの色やばいですよ 茶色みたいな重ね重ね塗り用だと思うんですよね女子重ね塗り好きなんでこのリップになんかピンクのグロスとか塗ったりの重ね塗りが女子好きなんでまあこの色だったらそうですねピンクとか赤系のやつ重ね塗りしてもいいと思われるやつツイッターで回ってたから 私は頻度低いよウェイじゃレアですね昨日ゆうなさんが来てくれたのはレアレア参戦ありがとうございます K-POP <laughs> が好きだから覚えたとかってあそうなんだ TWICE とか t ィ,ーィーとかですか、ね、なんかブラックピンクとかも結構有名ですよね t t j u s t t t ィ。 トワイスは、みなちゃん推しです。みなちゃん推し。トワイス、みなちゃんがすごい、一時期可かわいいってなって、みなみなみなみんなみたいになって、なったけど、<laughs> いやでもでもみなちゃんかな。ついちゃん、ついちゃんがめっちゃ人気ですよね。みなちゃんかわいい。 みんな TWICE 誰かわかんのかななんか結構 TWICE とか知らない人みんな同じ顔に見えるとかじゃないですかだから『バンザイ・ジャパン』とか『足軽・ジャパンも』もんか知らない人にとっては全部同じ顔なのかなと思って AKB とかも全部同じ顔に見えるって言うじゃないですかなんかやっぱ興味ないとみんな同じ顔に見えちゃうのかなあお星様ありがとうご興味ないと同じ顔に見えちゃうのかな10社重ねるのは男子重ねるようにしないってことですかねって 男の子リップ塗るんですかまずそこからリップっていうか唇に「ッツさんこんばんはありがとう来てくれて <laughs> 来ましたタップさんが唇ちょっとピンクいなんか私の唇リップピンク色興味ないと同じ顔に見える方を。<laughs> <laughs> なんかそうじゃないですかなんかでも私も例えば男の男性アイドルとかエグザイルはさすがにわかるからジャニーズもさすがにわかるしなんか全然知らないアイドルさんとかだったら同じ顔に見えちゃうかもしれないわ <laughs> かんないけどまあでもうんどうなんだろう 私、冬はリップつけるって。そうみんなつけますね。<laughs> 確かに、冬はリップつけますね。なんか色つきリップは女子はつけませんね。韓国は整形大国だからみんな同じ顔になってる説。<laughs> ね、韓国はほんと整形安いって言いますよね。なんかみんな、アイドルとかの方は一回整形するみたいな。いや、私も整形したいっていうのはあるんですけど、日本の整形は高いですよね、普通に。 日本の税金は高いから。税金したい。私も色付きリップ。ええー、何色 <laughs> 外人は難しい。黒人とか。ああ、確かに。難しいかもしれない。黒人の、そう、確かに。外人のアイドルとか。あんま見たことないけど。真っ黒。 真っ黒のリップやばくない整形したいとかやめいい成 <laughs> したいとかやめいいかななんかみんな思ってると思うでも自分のなんかコンプレックスみたいなの絶対みんなあると思うからそこは直したいですよね。アフリカのサッカー選手とかわからなくなるはあ。確かに。 え、確かにサッカー選手とかなんかスポーツ選手は私みんな同じ顔に見えちゃうかもしれないいやそれはないかいやでもでも分かんないかも正規 <laughs> 私を検討するってえー、なんですごいバッチリ二人だったイメージが <laughs> いやーコンプレックスねたくさんあると思う一,一人一個は。 だからコンプレックスないって人いいですよねコンプレックスないんじゃなくてポジティブに考えればみんななくなるかな私もポジティブに考えようかなウェイっポジティブシンキングこの顔を変いたい <laughs> その絵文字の顔その絵文字の顔でチキ取らないとダメですね あ、そうそう、なんかちょっとこれ質問なんですけど、皆さん令和ポーズって知ってますか令和ポーズ。令和ポーズ知ってる人昨日は令和ポーズでチキトったんですけど、なんか意外に知らない方が多くて、令和ポーズ知ってる人。普段から気にしてるかどうかで違いがわかるんじゃないかなって。 気にしない人は気にしないで。あ、ちょっと待って。わ、ちょっと待って。わ、ちょっと待って。わ,っってわ、ちょっと待って。ほら、こういうのやだ。しゅん、あシしゅん、ああー、くそコメントが見れなくなってしまった。 なんかパソコンのコメント欄いじるとコメントが見れなくなっちゃうこっちから見ます令和ポーズ知ってる人いますえっ、ー、とわからないえ知らない人いるんでゆうなさん知らなかったくせに令 <laughs> 和ポーズはみんなやっぱ知らないんだ じゃあちょっと今日にでも、令和ポーズをツイートしようと思います。<laughs> 知ってる人はね、あれなんですけど。ゆうなさんがチェキ載せてくれてもいいですよ。<laughs> そう、令和ポーズ見知らないかと思うと思うんで、ちょっと令和ポーズをして、今日ツイートします。<laughs> 知らないんだ。みんな、まだまだだな令和 <laughs> 令和。令和 でも平成ポーズなんてないけどでもなんか「マジ令和」みたいな <laughs> 言うじゃないですか結構「マジ令和なんだけど」みたいな令和最初のタピオカとか令和最初のなんとか令和最初のんとかってツイートが一番入ってるみたいですよ令和最初のなんとかってやっぱみんな知らないんだ ああああ。はっ <laughs> ですよ。当たり前じゃないですか。ほんとか。だか昭和生まれの人は分かんないかもしれないですね。レアポーズはね。<laughs> さあ、どんなポーズでしょう。<laughs> 今日、じゃあちょっと、夕方ごろかな、か、いつかに、レアポーズって言ってツイートするんで。 私は令和生まれやって令和生まれは今だってい0歳じゃない令和5月からだから。令和生まれは今0歳ですよ。0ロ歳い。ユラさん0歳。令和生まれだから知ってるって。<laughs> みんな0歳じゃん。<laughs> みんな0ロ歳 未来から来たんですけどやば <laughs> ドラえもんじゃんあれタイムマシンに乗ってきたのゼロー <laughs> ウケるニュース始まっちゃうよニュース始まっちゃうゼローでもなんかさあの令和ってある だ,よね、だけど何かさ平成何年とかさ昭和とか S とか H じゃん R ってすごいねかっけえタイムマシーンってい乗せてタイムマシーン <laughs> 未来行きたい,いや未来ちょっと怖いよねなんかさめっちゃさ地球温暖化とか進んでさなんかもうすごいことになっててさみんな難民みたいになってたら嫌だよねなんか2100円とかいったら。 一,一家に一台一家に一台タイムマシーン <laughs> <laughs> アバター見て分かる通りひよこですからってこうやってあれじゃないのか <laughs> ゆうみさんのひよこ、ね、じゃないのかなかわいいけどあやべこのこと秘密あったゆ <laughs> イのンと私だけの秘密ねって秘密ね OK <laughs> 一家に一台高切れにってありますよね、ももくろちゃんの。私も一家に一台松田みのってやろうかな。<laughs> 一家に一台高切れに。なんとかなんとか。一家に一台タイムマシーンいいなえ、タイムマシーンかどこでもドアだったらどっちが欲しいみんな。タイムマシーンかどこでもドア。 一家に一台エミロンか <laughs> うるさいかな <laughs> 世の中がうるさくなっちゃうから一家に一台エミロンがいたらどこでもドアーってあーそうなんだそうなんですねすごい200人超えましたね観覧数が多分通りすがりさんがほとんどかな 朝日も赤ちゃんなかにユミ <laughs> さん赤ちゃんってかわいいですよね本当にかわいい洗った顔とかかわいいどこでもドア派ねエミみの言ったら退屈しなさそうで私はいいと思うじゃあちょっと一家に一台待ったえミので <laughs> 持ってもらわないとあ、三吉さんがめっちゃお星さも投げてくれてるありがとうみんな一家に一台松田恵美のどうですか <laughs> タッキーさんこんにちは初見ですってあら、このアバターは見覚えがあるぞみなみちゃんのアバターの気がするかな 違ったらごめんなさい。この間、哺乳瓶あげたし、嘘 <laughs> 哺乳瓶あげたのすごいな。でもなんかさ、哺乳瓶型のドリンクみたいなのお祭りでよくありますよね。哺乳瓶型のドリンク。あれなんか女の子が飲んでると可愛い,いなって思う、あの、ちっちゃい子とか。でもなんか、 私もそうなんですけど、結構年いった方が、哺乳瓶でドリンク飲んでるの見たって言って、あ、って感じですよね。なんか、わかんないけど。<laughs> で、エミの、私の家に来るんですかそうだね。ユナさんがエミの推しになったら、一家に一台を厚エミるから。<laughs> みなみちゃんのアバターであれですよねですよねですよねじゃあみなみちゃんのところにいたタッキーさんだこん,ばんこんばんはこんばんはじゃないこんにちはこんにちはハブティーみなみちゃんのところにいたタッキーさんだもうみなみちゃんはショールームをやめてしまったと聞きましたモグリンさんでも私はインスタをフォローしてるので知ってます 知ってます健在です。今日も健在お昼 <laughs> って結構人来るんですね。通りすがりさんがたくさんだと思いますが。バブミカンの2人にあげた哺乳瓶。バブミカンって何バブミカン。バブバブってことか。赤ちゃんってこと ってことは、ゆうみさんと、さかさんかなわかんない。えみの推してねってなんかね、みたいな。<laughs> 何かで、ね、書いた気が <laughs>。する。でもどうなんだなんか、ゆうなさんのアバター、めいさんのかなって思うから、めいさん推しなのかなってちょっと思ってたんですよね、ずっと。じゃんちょっと、初級演さん多いと思うから。足軽ジャパンの松田えみのです。えみの。 よろしくこれスクショ。カチャ。エミの PJ って書いてあるからね。これちょっとなんか書き直します。いつか。なんか、ツイッターは分かりづらいですよね。はい。旅させたいおやつ申したんですけど。というか、ユリット発足前から。えー、そうなんだ。 やめちゃったのか。実はメイさんと一度しか話したことない。でも、ユーナさん、私とも一度しか話したことないじゃん。まあでも、小ールームではめっちゃ喋ってるけどね。小ールームで一番喋ってるかもしれない。バブミカは、ふみと朝比奈先輩方のことをもう少し勉強しようか。そうなんだ、バブミカふみさんとユーミさんのことなんだ。全然そこら辺わかんないですね。 あんまり何々けんなんでバブミカンなんだろうみんな知ってるのかな足軽の子そんなえお会いしたような気がしなくもないいやお会いしましたよしましたしましたへえふみさんとゆみさんのことなんですね、うん、ふんふんもう少し勉強します 勉強てかどうしたらいいのか聞けばいいのかな皆さん何んかあるんですかでもあれですね結構ファンの方から聞くことが多い先輩とそんなに絡む機会がないのでファンの方から聞くことが多いですね毎日ってきた来た来た来たってか ちったいきましたよ。ちったいきました、いきました。ちったとアーティックの方でライブ出演させていただきました。なんか新近感がありましたね。初対面の気がしたい。でもよく言われるかもしれない、それ。新近感ありました。多分、あってはいるよ。うい、嘘。 本当にモグリンさんにはあったんですけどねなんとたっきさあったんですそんなバナナ本当にあったのてか見たってことですかね見たよみたいな かな。たただねずっとすぐチェックしてけば大丈夫ですか、ま、だでたくさんあるはずだよってはい衣装来たら思い出すかも衣装はなんかわわわ系ですね なんか昨日お菓子もらったんですけど、私の、私の好き,の好きなラムネ入ってあ好きだったんだ嬉しい。おっと思ったのは内緒って。<laughs> なんかクッピーラムネが愛知だけみたいな感じらしくて、そう。愛知限,限定っていうか、愛知発祥なのかな でも確かに東京であんまりクッピーラーメン見ないかもしれないと思ってこの間帰省したんでなんか予約特典は愛知限定っぽいなんかのにできたらいいなと思ってちょっと工夫したいなと思ってそうしましたでもなんかそれだけじゃあれだからトレードマーク一チミルクを出 <laughs> てきましたあの時愛梨ちゃんとこに行ったけど フライヤーコンプリート目指してたからって。あちゅう,うことフライヤー渡したのかなお名前聞いた方は書いたけど、みたいな。え、海老名のフライヤーもらってくれたのかなそうお名前を教えてくれない方とかいるんですよね。<laughs> お名前聞いた方はね、みんなね、書いてクッピーラムであるか次は。 手羽先ですかねーって手羽先のお土産あったんですけどなんか密封された密封されたなんかちょっとなんかグロかったというかえぐかったからなんかやめましたそうな手羽先はちょっとなんかお土産はちょっとえぐいかもしれないお家に帰らないと分かんないけど <laughs> イリーさんとチキ取ったってことですかねじゃあいいなえみのも取ってほしかったなそうなんだえみのも取ってほしかった言うえ、ね、最近ィックトック取ってるなあれ私はフラギヤアもらったことない <laughs> なんか現場によく来てれば私って昨日初対面でしたもんね 欲しかったもしかして <laughs> めっちゃありますよなんか地味になんかこんぐらいとか持って帰ってフライヤーかきかきするんですけど足軽さんどう思って入ったからこんがらがっても確かにそうですね確かに7人今7人ですかねそうフライヤーをこんぐらいとか持って帰って一個ずつ なんか松田みののでですすたいな愛知県の伝道師よろしくお願いしますみたいな書くんですけど地味にすごい時間かかるんですよねあれ1時間とかあっという間に経っちゃってフライヤー書いてるとだから結構なんかもらってくれる方はめっちゃ嬉しいんですよあもらってくれた一生懸命書いたやつと思ってニヤニヤするもらってくれない方もいらっしゃるんでねまあ まだ足軽は2回しか見てないからそうですよねマイマイにも気づかなかったしあっマイカちゃんなんか3時のおやついたみたいですねうんみみわりん好きでしたみわりんちゃんみわりんでしたみわりんちゃんだ時名前かわいかったすごいかわいいんか3時のやつマイマイはアイドル歴が長いから もうファンの方が結構足軽に来てくださってて毎マイ,マイのファンの方が足軽に来てくださっててすごいなっと思う懐かしいって <laughs> 可愛かったですよねシナモンがめっちゃ好きメンバーみんな小さくてよく来てなんかみんなやっぱ小さい人好きなんですよねそれすごい思うなんか小さい子人気だなって すごい思う。やっぱ男の子は小さい子が好きなんだなってすごい思う。ちなみに昭丸好きだった。そうなんですね。いや、推しとかやっぱいるんだ。足軽では愛理さんってことかな。やっぱ小さい子好きなんです。なんか身長は縮められないから伸ばすことはできるかもしれないけど。<laughs> なかなか。 私よりも小さいという意味。でも、ユーラさんすごい大きかったから、みんなちっちゃくないそしたら。みんな、ユーラさんよりちっちゃいと思う。<laughs> そう、なんか私、身長158とか159なんですけど、全然大きい方じゃないんですけど、バンザージャパンとか足換えジャパンのメンバーがみんなちっちゃいので、結構私が大きいみたいな。入ってきた時、ああ、なんか身長大きい子入ってきたみたいな。印象だったらしいので、えー、みたいな。 大きくないのに。たくまさん、よっみちゃんありがとうよっみミちゃん小さくないって。私は横に大きい。そうかすごい細かった。細かった、すごい。あいりちゃんの立場、笑そう、あいりさんだからすごい大きいですよね。モデルさんみたい。い150、え、169って言ってた。モデルさんみたいですね。 本当に顔もなんかモデル顔ですよね綺麗系ってかかわいいっていうより綺麗系な顔していいね細いしすごい愛リさんとかあと誰大きいんだろうなあゆみさんとか大きいですよね やっぱ男性は小さい女性が好きなんですよね。みんな細いって。みんな細いですよね。私思います、それ。メンバーみんな細いと思います。愛理ちゃんより身長ちっちゃい私。え、でもそういう人出てきますよね。本当に。思います。なんか最近の人間って <laughs>、人間っていうか、最近の人間って小さい人多いですよね、なんか。 あんまり慎重に需要を感じなくなったのかなこの人類が分かんないけど最近の人ってなんか小さい人が多いイメージ男性も女性もですけどだからなんか私が大きいみたいな大きくないよメイさんがダイエットしてるのは謎って確かになんかあれやってましたなんか 三十、三十秒三十分ダイエットなんか、踊って痩せるやつ。なんか、リンさんとメイさんやってました。ええー、みたいな。なんか、別にみんなダイエットしなくても遅いですよね。一年ちょっとで4センチもちっちゃい。え縮んだんですかえ、<laughs> 縮みたい私も。縮みたい。5センチぐらい縮んだら155センチぐらいになるからいいかなって。 あでも私あっちゃんが好きなんですけどあっちゃんの身長は1 6 1ンチだったのであと1 2センチぐらい伸びたらあっちゃんと同じぐらいの身長になるんですよね関係ないか <laughs> 関係ない関係ない1698が1 6 4センチもちっちゃくなってしまうええー、そうなんですかなんでだろうシークレットブーツじゃないですかその あの身体測定の時にシークレットブーツ入ったね <laughs> 私は縦に大きくなりたいってえー、大きいと思うけどなどうなんだろう何センチあるんだろう大きいイメージありました足軽さん研究生の位置ってことは万歳さん人材濃いな裏山ま <laughs> 人材濃いのかな 足軽が濃いってことバンザイジャパンは、の皆さんは本当にめちゃめちゃすごい。足軽は全然まだまだです。頑張ります !180 はやばくないかすごい大きいじゃん。モデルさん並み180セッちゃってもモデルさんになれますよね。本当に。日本人でそんなに高かったら。な自然に愛理ちゃんが大きく見えるって 確かに169センチは大きいで,でもほぼ170、あと1センチ。毎日牛乳飲んだら170センチになっちゃう。ね。もう少しでいけてたえ、すごい。高い。だから大きかったんだねあ。もう結構42分ぐらい。みんな休憩何時までなんだろう。多分1時間ですよね。 一時間のうちの40分ぐらい私にくれてありがとう。じゃあ終わり、終わり、終わりようかね。これはなんかもうちょっと可愛く描けたらなーって思います。これ。描けるかな描きたい。大きく描きたい。可愛く描きたい。あれは加工してあったから。 不可能じゃねえかこう自分より大きい人みんな巨人にしか見えへんからな <laughs> 巨人か <laughs> 13時までだよねみんな1時間だよね基本で最後に自己紹介してあとワンマンライブあるので10月12日お暇なかといったらワンマンライブ来てくださいっていう告知と、えー、足軽ジャパンの松田恵美のでしたありがとうございますこのお昼にね あんまり人こやんかなと思ったけど結構来てくださってありがとうございますまたえ明日し来週に撮るのでやるもお昼かなわかんないけどするのでよろしくお願いしますあ多分みんな令和ポーズ知らないと思うから令和ポーズツイートしまーす あ、ありがとう。ツイートフォローしてくれて。タキさんよろしくお願いします。再び、再び。はい。じゃあ、令和ポーズ知らない人、私のツイートをチェックしてみてください。<laughs> え,えっと、夕方ぐらいには、令和ポーズ。<laughs> で、写真撮ってツイートします。バイバイ。おやすみるくてィ、寝ないけど。 お昼こんな時間からありがとうございました私もフォローしてないんかい <laughs> 3,2,1バイバイ